はい、じゃあ今日は、機械学習超入門第8回目を、やっていきたいと思います。今日話す内容はですね、ベイズの、識別規則というものについて、話していきたいと思います。この動画についてですけども、機械学習について、ざっくり、語っています。作成者も学習段階ですので、難しい内容であったり、数式はほとんど使いません。さらに、初めてのパターン認識という本を参考にすることがあります。じゃあ、まず、ベイズの識別規則なんですけども、その前に、ベイズの識別規則の核となる、ベイズの定理というものについて、話していきたいと思います。ベイズの定理というのは、ここに書いてあるような式で、表せます。詳しく話していきますと、この事後確率というのがまずあるんですよね。事後確率イコール修正項かける事前確率っていうふうな形になってるんですけども、事後確率はですね、データが X であるという条件のもとで、そのデータ、X が、クラス数、CI に分類される確率のことです。データ X が CI に分類される確率と言っていいでしょう。そして、この修正項の中身を見ていきたいんですけども、修正項は周辺確率分のクラス条件付き確率というものでできています。じゃあ、まずこのクラス条件付き確率とは何かというとですね、上限付き確率っていうのがそもそも何かっていうとですね、さっきの事後確率も条件付き確率だったんですけども、A という事柄が起きるという条件のもとで、 B という事柄が起こる確率のことを言う。そして、それを P、括弧 B バー A のように表すんですよね。これが A という、A が起こる確率、A が起こるという条件のもとで B が起こる確率。では、事後確率であったら、観測データが X であるという条件のもとで、クラスが、CI というクラスである確率ということですね。今、ここにあるクラス付き条件確率っていうのは、このまま言えば、あるクラスである、この CI というクラスであるという条件の下で、観測データが X である確率と言えます。今回はですね、あるクラスに分類される観測データの分布、確率分布を表すとなっています。さらに、この周辺確率っていうのにも話していきたいと思います。一番下の書いてあるんですけども、周辺確率とはっていうところなんですけども、A と BI、この BI っていうのは B1、B2、B3 って、いろんな、可能性が、あるということですね。いろんなパターンがある。の同時確率。同時確率っていうのはですね、この例えば PABI の場合は、 A と BI が同時に起こる確率、そのまんまですけども、同時に起こる確率のことです。それにおいて、各 BI、 つまり B1、B2、B3、点点点、すべての BI、に対しての和を取ったもの、記号で表せれば、その右に書いてあるようなシグマを使って書けます。で、その和を取ったものっていうのは、A が起こる確率と等しくなります。
つまり、A と B1 が起こる確率、同時に起こる確率と、A と B2 が同時に起こる確率、A と B3 が同時に起こる確率というふうに、それらの確率を全部足していけば、すべて足していけば、結局、A が起こる確率というふうになります。この操作を周辺化といって、これによって出てきた PA を周辺確率というふうに言います。で、ここの、これで言えば、クラス付き、クラス条件付き、じゃなくて周辺確率ですね。周辺確率というのはですね、あるクラス、に分類されるということと、観測データが X であるということが同時に起こる確率を、そのクラスごと、クラス1に分類される、かつ、データ X であるという確率、クラス2に分類される、クラス C2 に分類される、かつ、それが X、データ X であるという確率というふうに、それらを全部足していったものが結局、X が観測される確率というふうになるということですね。この操作を周辺化というので、この PX は周辺確率というふうに言います。さらに、この最後、事前確率と書いてありますが、PCI。これはどういうことかというとですね、この事後確率、というのはですね、確かに条件付き確率と言いましたが、特別に今回事後確率と言えるのは、事前確率っていうものが、あるからなんですよね。A が起こったかどうかに関係なく B が、事前確率です。A が起こったかどうかに関係なく B が起こる確率のことを、事前確率と言います。なぜ事前かっていうと、A が起こる前に分かっている確率だからですね。これは単に PB と表します。で、事後確率っていうのは、A が起こる前に、分かっている、事前確率に対して、事後確率というんですけども、A が起こった後に、分かる確率。つまり A が起こるという条件の下で、B が起こる確率ということなので、これは条件付き確率で PB バー A と表せます。これがベイズの定理の説明です。では、ベイズの識別規則とは何かというとですね、その前にですね、ちょっと修正項の話をしておくと、修正項は、X が起こる確率分の CI に分類される、CI に分類されるという条件の下で、X が起こる確率、なんですけども、これクラス CI に分類されるという条件の下で、データ X が観測される確率と、単にデータ X が観測される確率の比ということができます。で、前者、つまりクラス CI に分類されるという条件の下で、データ X が観測される確率という方が大きければ、事後確率というのは事前確率より大きくなります。これは当然っちゃ当然かもしれないですね。事後確率というのは、観測データ X が CI、クラス CI に分類される確率と言い換えることができてですね、それっていうのは、プラス CI に分類される条件の下で、データ X が観測されやすければ、当然、X が CI に分類されやすいということが言えるというのは、なんとなく分かるんじゃないかなと思います。ベイズの識別規則
とはですね、まあ、これいきます。どういう識別規則かというと、事後確率が最も大きい確率に分類するという規則です。これがまあベイズの識別規則ですね。で、まあ、例を出していくと、データ X が CI と CJ、まあ、これ C1 と C2 としてもいいんですけど、まあ、クラス2つあって、どちらに分類されるかを考えるときですね。CI と CJ の事後確率の大きい方に分類するということです。で、この右上のこの事後確率と修正項、事前確率の式を見ると、まあ、修正項のところでですね、クラスが C1、C2、C3、C4、何でもいいんですけども、クラスが変わっても、この修正項におけるこの TX の部分っていうのは、まあ、共通しているんですよね。なので、この PX という部分は無視して、この分子に、ある分母は無視して、計算して、そして、まあ、その2つの、大きい方を、取る手あってもいいということは分かりますよね。CX は共通しているので、まあ、事後確率を決めるのは、CX 以外のもの、PX ですね、P カッコ X 修正項の分母を外しても、全く問題はないということを言っています。で、まあ、最後をまとめるとですね、クラス CI、まあ、こういうふうに書いてありますけど、これどういうことかというと、アーグマックスみたいなことを書いてありますけども、これどういうことかというとですね、PX バー CI、まあ、だから CI に分類される時の X が観測される確率と、単に CI、事前確率ですね、CI に分類される確率をかけたものが、最大となるようなクラス CI を、選ぶ、そこに、分類されるということを言っています。まあ、だから最終的に、まあ、大事なのは、ベイズの識別規則っていうのは、どのクラスに分類されるかというと、事後確率が最も大きい確率に分類されるという、この真ん中の文と、この最後の、まあ、最後の文はですね、まあ、それを数式のように書いただけということですね。はい、じゃあ今回はベイズの識別規則について話していきました。まあ、ちょっとね、ベイズの定理のところがややこしいところはあるんですけども、まあ、そこさえ分かれば、まあ、単純で事後確率が最も大きい確率に分類するという識別規則っていうね、シンプルな結果になっているので、それがまあベイズの識別規則です。じゃあ今回第8回目は終わりたいと思います。登録などよろしくお願いします。